おはようございます。経典ゆりなです。やっほー、やっほー。みんな朝ごはんの途中だったから、朝ごはん食べます。朝ごはん途中だったんですね。食べかけ、うん、おはよう、うん、うん、ねえ、おはよう。今日のね、ショールームはちょっと真ん中がレッスンがあって、ずっとレッスンなのね。だからレッスンに行く前と帰ってきてからに配信をする予定です。そう、ちょっと今日は感覚が30分しかないんですけど、そう、なんか本当は何やっけ、1時間で3話、あ、違う、1時間30分で4枠、30分、1時間、4枠か。4枠にしてたんですけど、4枠にしてたんですけど、もう8月入って、ショールームイベントも、あと、今日入れて3日なので、ちょっと3枠、あ、違う、2枠か増やして、ちょっと間の間隔短いんですけど、ちょっと6枠に増やしました。なんで皆さん、カウントと星投げが今日はちょっと大変かもしれないんですけど、よかったら投げてください。西と東でレッスン時間は違います。だって西と東って一緒に出ないですからね。一緒に出る曲もありますけど、今回西と東分かれてるんで、やる曲も違うので、西と東はレッスン時間は違います。うん、もちもちして今、
ッドモーニング。次はこれが半までやったら、次は10時1分から始める。これ初めて食べたけど美味しいわ。美味しかった、これ。この配信が終わったら食パンも食べようかな。食パンにチョコレートのりのりして食べる。ちょっと今はもうパン1個食べたから。あくびした、ごめん。ちょっとあくびが出ちゃったよ。ごめん、遊ばせよう。あくびが出ちゃったよ。ごめん、遊ばせよう。今日は何曜日？あ、今日月曜日なんやって。月曜日なのか。そうなのか。くしゃみ出そう。てか今日みんな8月ですね。8月おめでとうございます。8月こそ元気に頑張りたいと思います。8月こそ元気に頑張りましょう。マジでイベントがさ、めっちゃあんじゃん。8月だってよ。8月は忙しいね。8月はいっぱいありますよ。8月ねえ。とりあえず私がすることは一生懸命覚えることです。
ベントがねいっぱいあるんですよね。なんかね来るよって言ってた人もいました。ぜひ来てね。でも来るよって言ってた人もおったけど、来ないよって言ってた人もおったわ来るよって言った人言っとった人もおったけど、来ないよって言っとった人もおったな。一番キンキンだとね、チフですね。ティフ昼なんだよね、あるの珍しい。ティフはね、そうなんですよ、昼にあるんです。昼にあるけど、ティフ終わった後、うちらレッスンだからな。8の日の前日じゃないですか。だから8の日のね、投資があるんですよ。マジでやばい。前日だからね、仕方ないよね。まあ、ティフの日が雨じゃなければいいな。雨だったらもう最悪じゃない？雨だったらさ、だってさ、湿気やばいじゃん。で、見てる人もさ、雨降ったらカッパ着んといけんじゃん。それめんどくさいもんね、カッパ着るのね、みんな。それで絶対冷たいし滑りそうじゃんか、ステージがね。なんかステージの上さ、屋根があるんかないんか知らんけどさ、あったとしてもさ、こうやってシューってなるやん、雨ってシューって。それで濡れたりして滑ったら大変やし。まあ、雨降っ、なんだっけ、どっかのイベントでさ、去年、おととしかな、出たイベントでさ、雨降ってた。何のイベントだっけ？ちょっと待って、何のイベントだったっけ？雨降ってたんだよね。そう。私、インスタや。写真あげた気がする。去年だ。超夏染め2021だ。超夏染め2021はね、雨降ってたんですよ。めっちゃめっちゃじゃないけど、それなりに。そう、傘がいるぐらい降っとったんですよね。めっちゃ降ってんなーって実は思ってました。そう、懐かしいな、懐かしいな。イベント、イベント。
そういやこんなイベントしとったわ。確かに確かに。いやこうやってさインスタとか振り返ってると、おおやってたねそういえばって思うね。ね、フジロックやってたの？でもどこだっけ、なんかのさフェスさめっちゃ人少なかったっていうのをニュースで見たよ。なんかこうやって映されな人少なくて、まあみんなちゃんと自粛して行かなかったんだって思った。みんなも気をつけてね。私も気をつけてるよ。私も気をつけてる。もういやもはやちょっと過剰に過敏にって言えるぐらい気にしすぎてるかもしれない。うん。いやマジで本当外から帰ってきてお風呂に直結しないと本当に無理になっちゃった。そう、そう、もうどうしてもなりたくないんだもん。コロナにいい思い出ないもん。そう、なんかもう帰ってきたら絶対お風呂入らんと何リビングに座られへん。そう、なんか1日2回とかお風呂入った時ある。なんだっけ前の時、そう朝と夜だったのレッスンが。でその間に配信をやったから、朝レッスンして、朝配信して、朝レッスンして、で午前中に終わったから。でさうちいつもさ朝からさ昼まで時間空けてんじゃん、わざと。そのあのね、あのみんな仕事だから来る人があんまいないなと思って空けてんだけど、その間にピューって入って配信して、でまたレッスン行ってまたお風呂入った。えだからさめっちゃ洗濯物の量増えた。そうで、なんか時間ない時はなんかとりあえずシャワーだけとか、とりあえず髪を水で洗うだけみたいな、でなんかシャンプー
まだはしないけど、とりあえず水でもうとりあえず菌を落として体を洗ってってやってんじゃん。でさ、配信終わって時間が1時間半空けてるんだけどさ、何もなかった時はね、だから1時間半空けてる時にちゃんと頭も洗って、もう一回髪も洗って、もう一回顔も洗ってってするから、 2回さ、わかる？全部2回分必要なのよ。めっちゃ洗濯も増えた。そう、でももう今は帰ってきたらすぐお風呂にさせてもらってるから、配信の時間的にね。そう、でもしかもお風呂ね、湯船普段は湯船浸かる、普段はね湯船浸かんないと眠りなタイプな人なんですよ。なんか疲れ取れた気しなくて、湯船をに浸からないと。そうだけど湯船、このショールームイベント中は湯船浸かってないから、そうめっちゃ早いの、びっくりした。なんか、あ、湯船浸からんとなんか頭と顔と体洗うだけじゃん。だからさ、湯船浸からんとお風呂上がるのってこんなに早いんだって思った。めっちゃ早いよ、10分15分で入れるくない？そうそうなの、めっちゃ早いなって思った。超早いじゃんと思って、なんなら私の髪の毛乾かすのと同じぐらいなんだが、お風呂に入ってる時間が。ちょっと髪の毛ね、めっちゃ時間かかんの、私長いから。なかなか、しかもさ、なんていうの、お風呂から上がって、まあ、ある程度スキンケア、まあ、お風呂から上がって、私はねパックなのね、いつもパックして、パックしてる間にボディクリームとかバーってこうやって塗っちゃうので、それでパックを剥がして髪の毛を乾かすんだけど、髪の毛からさまでの時間が短すぎてさ、びっちょびちょなわけ、髪の毛で。めっちゃ溶けてタオルドライするんだけどさ、まあ、水分が多いわけじゃん。いつもめっちゃタオルドライする、結構パサパサな、パサパサ結構なぐらいタオルドライするんだけどさ、時間ないからさ、まあ、ある程度のタオルドライしかせんわけ。そして余計にドライヤーの時間かかるの。そうなの、だからめっちゃね、何が一番時間がかかってるかってなると、もう髪の毛、何よりも一番髪の毛が時間かかっと、乾かすのに。お風呂の時間よりもスキンケアの時間よりも何よりももう髪の毛。で、私半乾きが嫌いなの、髪の毛のちょっと濡れてるみたいなのが嫌いだから、もう完全に乾かさないと嫌なので、完全に乾かすんですけど、一番この人は時間かかってる。でもそう、ショールームイベント終わったら湯船に浸かります。嬉しい。やっぱ湯船に浸かるとさ、あー疲れが取れるぜーってなるよね。バスボムでも浮かそっかな。プーカープーカー、あのなんだっけあれ、バブルのほら、なんか肩こりなんちゃらに効くみたいな、あのしょってなるやつあるじゃん、なんだっけ、ああいうのって、あーなんだっけ忘れちゃった。あ、そう、バブ、あれ浮かすわ。一時期バブめっちゃ使ってたの。やばくない？毎日入浴剤のあのバブさんを投入してた。そう、癒されるぜーって。まあ今家にバブないんだけどね。そう、入浴剤って好きな香りある？うん、あ、でもなんだろうな、桃とかローズとかが好きです。うん、気球ね、あー気球ね、いいねいいね、使ったことないけど。いや、全然柑橘系がダメなわけじゃないよ。柑橘系がダメなのは、あの香水とかの柑橘系がダメなだけで、お風呂のねバスボムとか柑橘系全然好き。
バブ箱買いして大量にストックあるだって。昔うちも箱買いしてめっちゃ大量にあった。毎日使っとったからの箱とか2箱とか買って、そう毎日使った。でも2箱買っても毎日使ったらすぐなくなるよね。うん、わかるわかる。あれ本当に疲れ取れてんのかわかんないけど、でもさわかるよね、癒されるよね、匂いと、あーいい匂いってなるよね。あとね、昔ねあれでも使っあれとかやったことある、ゆず風呂とかポンカン風呂とかめっちゃ匂いがいいの、やっとった。よし、じゃあちょっとランキング読みます。13位ニューネームさん、11位和田さん、11位、あ間違えました、ちょっと何言ってんのか自分でもわからない、12位が和田さんだ、11位しんどさん、10位よっちさん、9位ひかる 100X さん、8位もとちゃん、7位サングラスのやじさん、6位おかやんさん、5位けい、いや間違えた、いけちゃん、あ、初壇上じゃない、そんなことないか、4位ヤングさん、3位カズさん、8月もよろしくねだって、よろしく、そして2位がハルタルさん、8月もよろしくお願いしちゃいますだって、よろしくお願いしちゃいます、よろしくお願い しました。そして今日の第1位はユミゴンさんです。イエーイ、パチ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 。はい、じゃあ次は皆さん10時1分からね10時32分までやりますんで、あうち間違えそうでボケて10時から始めたらごめん、10時1分からだよね、気をつけます。じゃあ皆さん次は10時1分にお会いしましょう。じゃあ私は食パン、パン1個食べたんだけど、食パンチョコクリーム食べる、おはちょっと寝るかもしれない。バイバーイ。